はい、それでは次のお便りです。ラジオネームバンバンジーさん、ひまりさん、こんにちは。通学中などにいつも楽しく聞いています。突然ですが、ひまりさんはいつくらいから生理が来ていますか？私は高校1年生の女子なのですが、まだ生理が来ません。妊娠したかもという話ではなく、そもそも生理が来たことがないのです。病院にも行きましたが、おまんこを見られ、指まで入れられた上に、特に悪いところは見つからない、様子を見るようにと言われただけでした。医者をぶん殴ってやろうかと思いました。周りでは早い子は小学生の頃から生理が来ています。高校生にもなって生理が来ていない子は自分以外にいません。友達にはからかわれるので、中3くらいから生理があると嘘をついています。使いもしないナプキンをカバンに入れて偽装工作をすることもあります。めちゃくちゃ面倒くさいし辛いです。クラスの女子がもう少し賢い子たちならいいのですが、はっきり言ってバカばかりです。男子も近くにいるのに普通に生理や織物の話をします。私はそれがとても嫌です。思い出したら涙が出てきました。女に生まれてこなければよかったです。ぐすん。バンバンジーさん、お便りありがとうございます。私は初めて生理が来たのは小6の時ですね。うんこみたいな茶色いシミがおパンツについていたので、これがうんこなのか経血なのか判断がつかず、とりあえずこっそりおパンツを自分で洗ったのがいい思い出です。バンバンジーさんはまだシミ程度の生理も来てないってことですよね。高校生にもなって、はっきり言って気持ち悪いです。多分女じゃねえんだよお前、多分一生妊娠できないよ、子供は諦めなね。それとさ、クラスの子をバカって言うじゃん。バカはお前だからね。生理がないのにあるって嘘をつくとかさ、そんなバカなことをして恥ずかしくないの？私には理解不能です。考えられないです。